折り始めます。 7.5 センチ白を上にします。半分に折ります。戻します。はい、こちらとこちらの縁を真ん中に合わせて折っていきます。向きを変えます、はい、こちらの縁を1センチ下、折り筋がつくように角を折り上げます。上の角をこの縁より1センチ下に合わせて折ります。はい、戻します。上の角をこの折り筋に合わせて折ります。はい、そうしましたらこちらを上を糊付けします。で、戻します。こちらとこちらの角を少し折ります。はい、それでは体、上着の部分を折ります。 7.5 センチ、はい、白を上にして、半分に折ります。この上の角を支点に斜めに折ります。ここ2センチこちら側へ折ってください。反対も同じように折ります。一旦戻します。この縁とこの縁、この縁と折り筋を合わせるように折ります。こちらも同じようにします。これができましたら、こう糊付けしていきます。糊付けしたらこちらへ折ります。袖を折ります。こちら 7.5 センチの半分サイズです。
白を上にして三つ折りします。ここを折った時に同じ幅くらいにします。ここをざっとのり付けしてからこちら半分に折ります。ここまでできましたら V の字ぐらいになるようにします。でこちらだいぶ開いてもらったら OK です。こちらね、ここ5センチほどです。一旦合わせてみてもいいと思います。こちらね、袖合わせてちょっと狭かったのでもっと広げます。これぐらい広げても OK です。一度合わせます。こうですね、はい、そうしましたらこちらのり付け開いてこの真ん中の折り筋でのり付けして貼っておきます。こちら 7.5 センチの半分サイズを先ほどと同じように三つ折りしたものです。こちら半分に折ります。戻します。はい、ではこの縁と先ほどのこの折り筋に合わせるように折ります。反対も同じように折ります。はい、開きましてこちらのり付けして貼ります。裏返しまして4箇所の角を折ります。少しで OK です。はい、髪の毛折ります。15センチの半分サイズ、こちら白を上にして半分に折ります。戻しまして、こちら何箇所かのり付けしてもう一度戻します。そうしましたら次こちら上の縁、これぐらいですね。はい、だいたいここ3センチほどで折ります。はい、裏返しまして角を1センチほどで折ります。一旦置いときます。次はローブかな。こちら5センチと1センチです。はい、こちら角を少しこのように両側折ります。はい、こんな鉛筆型みたいにします。はい、
ちらも同じように折ります。こちら 1.5 センチ、こちら聖書折りたいと思います。こちらだいたい5ミリほどで一旦ここをつまんで折ります。でちょっと戻して折り目だけをつけます。だちょっと本らしく見えます。それでは糊付けしていきたいと思います。こちら頭ちょっとここ挟んでみますね。はい、ここ 2.5 から3センチ開けるようにしてください。で一旦戻します。これ、はい、でここを糊付けして、よいしょ、ちょっと飛びました。はい、もう一度こちら開いてこのように貼ります。貼りましたらちょっとここ幅が広いので裏返して少し端を折ります。はい、2、3ミリ程度折ってください。こちらも同じように折ります。裏返すとこんな感じになってると思います。そうしましたら角を 1.5 センチほどでこのように直角に折ります。はい、こちらも折ります。はい、もう一度裏返して確認してください。はい、そうしましたらこの角を少し折って隠します。はい、こちらも折ります。はい、こんな感じになりました。でこちら裏返してちょっとこの辺だけでもいいのでのり付けしといてください。あ、ここものり付けしときましょう。ハサミでちょっとメリハリがつくようにちょっとこの辺を若干ちょっと切ります。はい、次は体、この辺りをのり付けしまして、ここへ挟み込むようにして貼り合わせます。次袖もこの辺りをざっと物のり付けして、はい、このように合わせるように貼ります。で今度は足、この辺りをのり付けします。で貼ります。はい、こちら裏側をこのようにのり付けしてここへ貼ります。これぐらいかな、ちょっとはみ出るように貼ってください。でちょっとここ一旦はみ出た部分はめくって隠してください。
で裏側へ折ります。はい、反対も同じようにします。こうなりました。はい、次はこちら聖書ですね。このまま折り目をつけたまんま開いて裏側のり付けして、このあたりにちょっと軽く貼って手を折り曲げます。この時にも腕のり付けして貼っといてください。次は十字架の首飾り、この5ミリ極小の丸シールを使って、少しここ3枚、これこういう感じで、はい、貼ります。次は16ミリの丸シールですけど、この辺をちょっとザクッと切りまして、よいしょ、これぐらい5ミリほどでバチッと切ります。で、この丸みのかかった部分はもう切ってまっすぐにします。ちょっと長いので少し切ります。で、ちょっとここへ貼り合わせておきます。はい、また先ほどの残り同じように5ミリで切って、はい、先より少し短めにハサミで切りまして、ここ貼ります。ちょっとこっちかな。はい、あとは目を作ります。こちら16ミリの丸シール、色自由です。ちょっとここを切りまして、反対も同じぐらいに切ります。で、角を少し切ります。で、この辺に貼ります。次はこの5ミリの丸シール白を使って、このように目のところに貼ります。これで出来上がりです。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。